うわっ、おにわー佐藤、くわーうち、おにわー佐藤、くわーうち、おにわー佐藤、くわーうち。 Hello, do you have any idea what they're doing? Well, it's a traditional Japanese custom called mamemaki, which means scattering of beans. おにわー佐藤、くわーうち、おにわー佐藤、くわーうち、おにわー佐藤。 People do this around the beginning of February when winter turns into spring. The point of doing it is to drive away demons and bring in good fortune. You'll see this mamemaki event toward the end of today's episode of Yen Story.さん、とうとう完成したんですね。ゆうべもだいぶ遅くまで頑張ってましたよ。ヤンさんやるな。はい、坂田研究室です。あ、ヤンさん、どうしたんですか、その声は。風邪をひいちゃったんです。大丈夫ですか。あ、はい、ありがとうございます。今日は無理だと思うんです。それですいませんが、僕の机の上の設計図を先生の研究室へ持って行ってくださいませんか。ああ、この設計図を先生に見ていただくんですね。はい、わかりました。それよりヤンさん、無理しないでくださいね。じゃあよろしくお願いします。起きない方がいいですよ、寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。あ、すいません、どうも。でもどうして。いや、たまたま休みを取って部屋にいたんです。そうしたら突然。ヤンさん、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 ヤンさん。びっくりしましたよ。昨日の夜から熱が出まして。はい。あ、ありがとうございます。ヤンさん、喉が渇いたでしょ。お茶でも入れましょうか。いえ、お茶は結構です。その代わりすみませんが、水をくださいませんか。あ、はい。どうもすみません。それこっちに置きましょうか。どうもすみません。あ、先生かもしれませんよ。え、先生。あ、ヤンモーリーさんのお宅。はい、そうです。お待ちしてました。どうしました。昨日の夜から熱が出まして。おお、昨日の夜から熱が。頭が痛くてめまいがして倒れちゃったんです。めまいがした。ええ、どれどれ。
はい、口を開けて。ちょっと舌を出して。はい。先生、いかがでしょうか。過労でしょうね。いや、心配いりません。でも、2、3日ゆっくり休んだ方がいいですよ。はい、わかりました。よかったですね。ええ、おかげで助かりました。じゃあ、後で薬を取りに来てください。はい。じゃあ、どうも。もう大丈夫ですね、ヤンさん。寺田さんがお医者さんを呼んでくださったんですね。助かりました。ありがとうございました。いいんですよ、そんな。じゃあヤンさん、僕薬取ってきますから。あ、よろしくお願いします。あの、寺田さん、すいませんが、みかんを買ってきてくださいませんか。みかんですね、わかりました。すいません、はい、いらっしゃい。みかんください。はい、おみかん。はい、ここにありますよ。どれがいいかな。粒の大きいのがいいです。これください。これね。はい。これもちょうだい。はい、これですね。サービスしときます。わっ、いいですよ。ありがとう。あー、美味しかった。もう少しどうですか。いや、もうお腹がいっぱいです。ごちそうさまでした。はい、お茶。あ、どうもすいません。でも寺田さん、料理がお上手なんですね。いつも自分で作っているんですよ。外食は高いですからね。もう大丈夫です。とても楽になりました。寺田さんが看病してくださったんです。そう、寺田さんが。おばさん、寺田さんがお医者さんを呼んでくださったんですよ。それからみかんを買ってきていただいたんです。あら、そうだったの。それに今うどんも作っていただいたんです。あら、まあ、寺田さん、どうもありがとうございました。いや、いいんですよ。じゃあ、お大事に。寺田さん、どうもありがとうございました。また話に来てくださいね。寺田さん、ありがとうね。お庭を…あ、やばくない。寺田さんって優しい人だな。ほんと、いい人なんだね。そうか、今日は節分ですか。おにわーとと、わーうち。おにわーとと、わーうち。Let's quickly go over the story.Yan finally managed to finish the design that he'd been working on night and day. But he'd been working so hard that he became ill and fainted after ringing his office. When Yan came to, he found his unfriendly neighbor, Terada-san, looking after him. Yan was very surprised. Terada-san had even called a doctor.And then he took good care of Yan, going to the hospital to get his medicine and going out to buy him some oranges. A bit later, Mrs. Hori visited and she was shocked and at the same time happy to find that Terada-san had been looking after Yan. And towards the end, you saw Kazuko and Takeshi
scattering beans in Yan's apartment. Let's watch the scene where Terada-san takes care of Yan. Pay special attention to what Terada-san says after Yan comes to. じゃあ、よろしくお願いします。起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。Well, how did you get on? 寺田さん stopped Yan from getting up and said, タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。Let's watch the same scene again. This time,Pay attention to what Terada-san does after saying this. 起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。あ、すいません、どうも。はい。He was wringing the towel in cold water, then.He replaced it on Yan's forehead. 起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。タオル買いましょうか。So, Terada-san said to Yan, "Shall I change the towel?" あ、起きない方がいいですよ。寺田さん。いいから静かに寝ててください。タオル買いましょうか。 Okay. So, let's hear some more examples of this expression. のせる